えー、こんにちは羽賀光です、えー、今回はですね謎の女神様セオリツ姫の神についてお話をしたいと思います、えー、スピリチュアルであったり精神世界がですねお好きな方は聞いたことがあると思います、えー、謎の女神セオリツ姫様とということなんで,す、ね、でまあ私がこういったね神社の勉強とかちょうどするようになったのが 今からら15年ぐらい前ですけれども本当に今からですよね78年ぐらい前から結構こういったインターネット上でですよね「瀬リ律姫様」みたいな言葉をですねよく見るようになりましたでタイトルにもある通りなんですけども「謎の女神様」だからですよねその情報っていうのがほとんどですねこれどこにも載ってないということなんですねでインターネットでこう出回ってる情報もですね、まあ、ほとんどが セセオリツ姫からのメッセージを受けましたみたいなちょっとスピリチュアルな方の発信ばっかりで何が一体それは本当なのかってことが明らかになってないけど明らかにこのセオリツ姫っていう神様は重要な神様だったはずなのにそのセオリツ姫を祀ってる神社がほとんどないっていうことがミステリーなわけなんですね。でなぜこのセオリツ姫っていう神様が えその名前からですねなんとなくこれイメージできると思うんですけどもセ清光姫の神ですよねこれやっぱりこう「セですよねで「つ」って三髄入ってますでこれは間違いなく「水の女神」だったっていうことなんですね。でこう古事記読んでると重要な神様の中になぜか水の神様が出てこないわけなんですよ。 天照らそう御神太陽神スサノオは地球神月海は月の神様とかイザナギとかイザナミとかで基本的には天地自然の働きなはずなんですけれども水の女神って「古事記」の神様で、まあ、もちろんいるっちゃいるんですけどもなんかこうパッと思いつく水の女神様っていますかねそうなんですね水の女神様って実はあんまりこう有名な神様古事記の中のメインのキャラクターではないはずなんですねでも分かりますね 人間の生命を維持するためにも地球においても水以上に大一のものはないぐらい重要なわけなんですね。で、えー、でそこでですね、こう水の神様って一体じゃあどんな神様なのってなってくるわけなんですけども、実は大原のりとっていうのりとにはこのセオリツ姫っていう神様が出てくるわけなんですね。で、えー、一番最初にこれ大原のりとで出てくる神様がハライドヨハシラの狼って言います。ね、大原への。 大原祝人には、には夜柱の神様が出てくるんですけど、一番最初出てくるわけなんですね。早川のセニマス、セオリツ姫という神っていう。で早川のセニマスなんで、川の働きであり、水の働きだっていうことなんです、セオリツ姫の神様は。でおそらくですよね、そういった日本人の,その信仰の在り方っていうのは、自然崇拝から始まっている、自然は神なりっていうところから始まっています。だから絶対、水の神様っていうのはいたはずなんですけど古事記に載ってない。でも、大原祝人っていう祝人には載ってるっていうことなんですね。じゃあなんで 大祝トっていうどこの神社でも唱え,れるような唱えられるような重要な祝詞には載ってて古事記にはセオリティ姫は一切登場しないいのかっていうことなんですね。ここはミステリーなんですよ。で実は封印されたんじゃないのかもともとは背寄り手姫を祀ってる神社とか聖地とかはあったんでしょうけどもそれが封印されちゃったんじゃないのかってことなんですねじゃあいつ誰が何の目的で封印されたのかってことなんですけどもこれは最も有力なのが「古事記編纂なんですよね。 えー「古事記」っていうですねあのこの文献が、えー、作られましたで、えー、それが712年とか713年とか言われたりしてますけどもその時に古事記が作られたで天皇がですねこの時天天皇皇いう天皇でしたでね、えー、この古事記っていうのがですよね要は当時の権力者、えー、当時の政権を握ってた人たち、まあ、それが藤原氏そして持統天皇なんでしょうけどもが 都合がいい歴史を作る必要があったってことなんですね。で、最高神も作る必要があったってことなんですよ。じゃあ、その最高神が何かって言ったら、当然ですね、天照大神だったわけなんですよね。天照大神を最高神とする必要があったってことは、いっぱいくらいの高い神様を持った、ちょっとややこしいわけなんですよね。だから、女性神、天照大神を最高神とするために、ちょっと都合が悪い神様は消しとこかっていうふうにして。 全国の神社で瀬尾律姫を祀られている神社っていうのを潰していったんじゃないのかってことで「古事記」の中にも「水の神様」が登場しないっていうようなそういった位の高い神様がたくさん登場しとったらややこぶしいということで消されちゃったんじゃないのかっていうことなんですね。はいでねえー、っていうのが セウリツヒメがですね謎の神様もしくは封印された最大の理由なんじゃないのかということなんですけども、じゃあどこの文献にも全く登場せていなのかって言ったそうでもないんですね。でこれはね偽書とか言われたりする説もあるんですけども、ホツマツタエっていう文献があります。ねえ、えー、このホツマツタエっていうのはですねこれ偽書やとか間違ってるとか絶対書き換えられてるみたいな風にしても言われてるんですけれども、まあ そのことに関しましてはですねちょっと置いとくんですけどもでもねセオリツ姫が登場するんですよこのホツマツタイに関してはで一体どこでこれ登場するかって言ったらアマテルシンっていう神様が出てきますでねこう不思議なのがねホツマツタイではアマテラス大神は女性神じゃなくて男性神で描かれてるんですね もももしかししかかたたらそういう時代やそういううういいい時代あっっのかもしれないってこアマテラス・オオミカミ様って女性のイメージですけどもそうじゃなくてアマテルシン様っていう男性心をイメージしてる時代があったんじゃないのかってでこのアマテルシンにはおきさきさがいたでその代表的なおきさきが一体誰かっていうと瀬リツ姫だったっていうふうにして書かれてるんですよ骨松さんには。ね。でこう考えるとねなんかね しっくりくるものあるわけなんですね。何かっていうとアマテラス神は当然これ太陽であり火の神です。はいセオリティスは水の神様ですよね。だから、えー、王様でおキシャキ様みたいな感じでちょうど対象型になっててまあ、非常にバランスが良いということなんじゃないのかっていうことです。はい。 ただねあのセオリ降り姫が今ですねあのそうやって封印されてたけれどもしかしですよね一体何が言いたいかっていうとこういったねやっぱブームになってるとか注目されてるっていうことはですねやっぱ私何かこう意味があるんじゃないのかなってことは思ったりしますね。それがこう注目されてるっていうのはなんかねそういう働きが時代にとって必要なんじゃないのかもしくは今の日本人にとって何か必要なものをですね 教えてくれているのではないのかということです。はい。えー、でね、えー、セオリツ姫っていう神様を知りたければですね、やっぱりこういう大祓祈りとですよね、まず読み上げてみるということがおすすめですね。この神社チャンネルでも大祓祈りとのですね、読み上げの音声、えー、ね、あのアップしておりますので、ぜひですね、一回聞いていただけたらなと思います。はい。ということで今回は謎の女神様セオリツ姫に関してお伝えさせていただきました。はがひかるでした。